セネカ軍はアメリカ合衆国をハイオ州に存在する軍の一つである。2000年現在の人口は58,683人である。軍庁所在地はティフィンである。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍の総面積は1,431平方キロメートルである。このうち1,426平方キロメートルが陸地、5平方キロメートルが 水地域であり、総面積の0.35%を水地域が占めている。2000年現在の国勢調査で、この軍の人口は58,683人、22,292世帯、及び15,738家族が暮らしている。人口密度は41人、平方キロメートルである。17県。 平方キロメートルの密度に23,692世帯の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人95.04%アフリカンアメリカン1.76%先住民0.18%アジア0.38%太平洋諸島系0.01%その他の人種1.39%よび根結1.25% 人口の3.36%はヒスパニックまたはラテン系である。22、292世帯のうち33.40%は18歳未満の子供と同居しており、56.10%は夫婦で一緒に生活をしている。10.20%は夫のいない女性が世帯主であり、29.40%は独身である。 全世帯の24.70%は一人暮らしであり、10.60%が65歳以上である。平均世帯人数は2.56人であり、平均家族人数は3.04人である。この群の住民は26.00%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下は10.40%、25歳以上44歳。 以下 27.20%45 歳以上64歳以下が 22.40%65 歳以上が14.10%である中央値年齢は36歳である女性100人あたりに対しての男性の人数比は98.00人である18歳以上の女性100人あたりに対しての男性の人数比は95.70人である この群の一生体ごとの平均的な収入は38,037ドルであり、家族ごとの平均的な収入は44,600ドルである。男性32,387ドルに対して、女性は22,383ドルの平均的な収入である。一人当たりの収入は17,027ドルである。人口の約6.10%及び、 家族の9.00%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の9.60%と65歳以上の7.20%は貧困線以下の生活を送っている。詳細は、オハイオ軍政府を参照セネカ軍のコミュニティ及び、軍区と市村軍区他のコミュニティ。ありがとうございます。